宙の帝王フリーザ様の YouTube チャンネルへようこそ。キエーイ。さあ今回はですね、ゲストにコヤッキーチャンネルさん来ていただきました。まあ、来ていただいたというか、新しいスタジオに私がいるんですけどね。来たんですね。私が来たんです。お越しいただきましたね。帝王直々にお越しいただいたんです。そうそうそう、はい、そうそうそう。まあ、コヤッキーチャンネルさんの方でもまあ、コラボの動画がいろいろ上がってます、はい、ぜひぜひ見てください。はい、よろしくお願いします。ご覧なさい、このワンピースの数々。今日はあれですもんね、持ち込み企画というか、こう何かコラボをしませんかという連絡をしたところ、うん、ぜひこの私にまたやってほしいことがあるということで。そうなんですよ、はい、ワンピースって言ったら今96巻まで出るでしょ。ですね。その中でたくさんの感動するシーンがあるんですけども、うん、チョッパーの名シーンとか、ね、そうそう、その感動するシーンって、はい、やっぱ小田先生の考えたセリフの一つ一つの重み、うん、そして何といってもアニメであの声優さんたちが感情を込めて喋る、あそこがやっぱいいんですよね。そうそう、先ほどおっしゃったチョッパーのところでも、うん、ドラゴンボールでいうとこの野沢雅子さんが、うん、ドクタークレハをやってたんですけど、グッドおいでバカ息子のシーンでセリフを言ってこっちに帰ってくるときに泣きながら帰ってきたってエピソードもあるんですよ。 それぐらい感情移入が、ね、入っちゃってるわけですか。めちゃくちゃされてたから、はいはいはい、だからこそアニメでめっちゃ泣けるんですよ ね。でも今日はアイデンティティいませんと、そういうことなんで、はい、もう宇宙の帝王フリーザ様に感動の名シーンを朗読してもらいます。なるほど、はい、その結果ほんまに感動は伝わるのかの検証です。おお、なるほどね。大丈夫ですか、自信のほど。どうなんでしょうね、これは。はい、うん、まずはじゃあワンピースで中尾流星さんで言ったら、はい、シーザークラウンじゃないですか、うん、そうですよ。じゃあ、はい、まるっとシーザークラウンのまれがどれだけ完成度が高いか、うん、なるほど。このシーンをやっていただきたいですね。じゃあまずですね、68巻ですね、はい、こちらのね、このページを読んでいただいていいですか。あ、こちらのページですね。じゃあいきます。お願いします。シュロロロロロ、スライムは4年前にパンクハザードを襲った化学兵器大暴発事故そのものだ。シュロロロロロロ、俺が当時島中のガスを浄化したって。違う、そんなもったいねえ真似誰がする。圧縮してモンスターに変えたのさ。それがあいつだ。かつてこの島を覆い尽くした何人も生きられねえ死の世界。人は悲劇をすぐに忘れちまうが何消えちゃいない。それはいつでも俺の手中にあるんだよ。もうなんか聞いてて、これ感動のシーンじゃないって言って、うん、言っていいと思うんですけど、はい、クズだなってやっぱ思った。まあまあまあ、シーザーのこと。いやもう本当に普通さ、うん、その僕たち素人のモノマネって、はい、一言似てるとかあるじゃない。そう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 、セリフとして全部感情が入って読まれてるんでイラッとくるんで、やっぱこのセリフに対して、うん、これちょっと期待できるんじゃないですか。じゃあ早速いきますね、うん、一つ目はシーザー、これだ。ワンピースのスタートの物語ですよ、一巻。あー一巻、うん、あーもういいセリフがたくさん詰まってますよね。ですね。その中でもやっぱり、うん、ルフィとのシャンクス出会いと別れ。あ、もうもうめちゃくちゃいい。海賊王になってやるってもうルフィが誓いを立てるんですけど、うん、そこでねシャンクスが帽子をねパッと、うんですね、もう名シーン、名シーンですよ。それをね読んでいただきますね。はい、はいはい、まあ、だってねこれ今の麦わらのルフィって言われてるね、大名詞になったシーンですからね。そう、うん、ここはもうちゃんとやってみる。超感動ですよ。お、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。どうでしょう。すぐ超えれそう。フリーザ様が勝っちゃってて、シャンクスの兄貴感みたいなのがちょっと薄れちゃってて、そう、帝王感が強かったんです、うん、なんかこいつに言われたんやったらこの麦わら帽子借りパクしてもええわみたいな。そうなるほど。でもここはまだね、シャンクスっていうのは謎の人物だったし、うん、ちょっとルフィもまだ子供だったから、うん、ちょっと感動という意味ではチョイスをミスったかもしれない、まあ、まあ、僕たちのせいですね。そう、僕たちのせいなんですよ。あ、そうや、なるほど。そうやわ。じゃあもう冒頭でも出ました、うん、こちらどうですか、はいはい、16巻受け継がれる石から、うん、これはだってワンピース知らん人でも知ってるぐらい、もうこれはね、そうですよね、はい、もう冬島編といった屈指のね、もう、そう、はい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 、感動の名シーン、映画にもなってますし。じゃあこちらからドクターギルルクの、はい、あの名シーンをめちゃくちゃ有名なシーンですね。人はのシーンですね、はいはい、じゃあいきます、はい、人はいつ死ぬと思う。心臓をピストルで撃ち抜かれた時。違う、不治の病に侵された時。違う、猛毒キノコのスープを飲んだ時。違う、人に忘れられた時さ。皆さんいかがでしたでしょうか。いかがでしょう、はい、どうでした。なんかこの後に大量虐殺とかしそうやね。うん、なんか1000人の部下を連れてね。そう、これでお前ら忘れられへんやろ俺のことをみたいな、うん、
残虐すげえよ。そう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 。死なへんやろ、ピストルで撃たれても。そうなの。毒キノコの惑星にデスボールを撃った時さ。ちょっとそれで一回読んでもらっていいですか。惑星にデスボールを撃った時さ。いやもう忘れようがでも死ぬから。そうね、うバーダックみたいなのがおかしいな、これみんな泣ける感動しないおかしいですね。なんかね、最初はまだちょっと良かった気がするんだよね。はい、だんだんやっぱあフリーザが言ってるわって思って、もう入ってきちゃうんでしょうね。入ってきちゃう。これ冬島なんですけど、ナメック星にいる感じがしちゃうのよ。なんかはい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 、この後デンで殺されるんだみたいな、こう思っちゃう。だからちょっと僕たちは選択ミスかなと思った。あーはーはー、そうですね、長かったから、そうね、そう、もうちょっと短いところでね。そう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 。じゃあもうこちらもね、名シーンの集まりなんですけど、はい、第59巻頂上戦争編ですね。頂上戦争ですよ。はい、こちらやったらもう泣けるでしょ。感動の超説得力がある、うおーってなるシーンがあるんでね。はいはいはい、世界最強と当時言われていた、うん、白髭ことエドワード・ニューゲートさんが、はいはいはい、ワンピースは実在するっていうシーン、こちらをね張り切って言ってもらって、世界がうおーってなるような感じにしてほしいんですよ。そうですね、お願いします。まあね、もう白髭って言ったらね、はい、もう戦闘力出ても53万ぐらいはありますからね。あ、そうですね、確かにね。そうそうそうですね。ドスッといきますよ。はい、ワンピースは実在する。あれ、え、あれあれ、あ、ちょっとちゃうな、なんかちょっとちゃうかったぞ。もう一回いきましょう、もう一回いきましょう。ワンピースは実在する。おー、フリーザー寄りすぎたかな。なんかドラゴンボールはあるよみたいなね。ちょっとじゃあ変えてバイキンマンで言ったらちょっといいんじゃん。あ、なるほど、あ、なるほど、まあ、じゃあバイキンマンもね、声優さん夢あるやん。そうそう、そうですね、うん、じゃあバイキンマンでいきましょう。ワンピースは実在するぞ。なんか後ろにめっちゃカビルンルン、カビルンルン、そうそうカビルンルンがゴーって、ドビンちゃんとか横にいそうやったし、しかもなんか映画の冒頭とかで言ってそう。わかる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 。映画版のバイキンマンみたいな、ね、そう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 、ちょっとなんかペテン師感があるんだよな。まあそうですか、あるある。やっぱ白髭が言うから本当にワンピースってあるんだってなるじゃん、うん、世界が湧くやん。やっぱないんちゃうかと思う。あ、今ないなと思ったの。ない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 ことないんですけど、ね、なかったわ。これ僕らのやっぱミスかな。そうっすね。じゃあ次もね、はい、短くてパッとインパクトを選びました。そこですよ。はい、次ですね、はい、第24巻ということでね、はい、これ空島に行く手前なんですけども、はい、今だったらもうラスボスって黒ひげじゃないのとか言われますけども、はいはい、当時は分かんなかったんですよ、こっち。そうっすよ、その誰このおっさんと。でもめちゃくちゃいいこと言うやんっていうセリフがこのインパクトあるセリフですよ。あ、これはめちゃくちゃ有名だし、まあ今まではちょっと悪役じゃなかったんでね。そう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 、これ悪役ですよ、もう黒ひげなんて言ったらワンピース界では。そうそう、もうこれは決まるでしょ。そう、行きましょう、お願いします。行きます。人の夢は終わらねえ。しっくりきた。ちょっと良かったじゃないですか。もう一回、もう一回お願いします。人の夢は終わらねえ。いいんだけどな、うん、この後な、真っ二つになるんだよなとか思っちゃうんだよな。なんか人の夢壊しまくった本人やけどな。確かに確かに。なんでこうなっちゃったんだ。絶望に追い込みましたからね。多分人のっていう単語は良くないですね。ヒルルクもそうでしたけど。じゃあもうここね、多分ワンピース好きだったらもう泣かない人いないんですよ。はいはいはい、このセリフは。空島編ってすごい闇深いとか因縁深い400年のわだかまりの歴史があって、でそれでね、ジャイアンの最後黄金鏡鐘を鳴らしてルフィが大団円を迎えるところで、そのきっかけになったジャイアンのカルガラとモンブラン・ノーランドのやりとりから、いきます。また来る日のお前の船が海で迷わないように、嵐の中でもこの島を見失わないように鐘を鳴らして君を待つ。どうです、なんかカルガラのやっぱ思いが分かってるだけにまた変やろと思って。あとこの泣きそうな時の声を出すともうバイキンマンになっちゃいましたね。そうそう、ね、吐き笛保管が強かったいいと思ったんだけどな。どう、これちょっとダメでしたね。ダメ、これダメ。もう一回最後のところだけ、こことここだけ言ってみます。じゃあノーランドめっちゃ泣いてるから。そう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 、じゃあいきますよ。鐘を鳴らして君を待つ、またいつの日か必ず会おう親友よ。30% ぐらいバイキンマン入ってますよ。バイキンマン入ってますね。感情的なところになるとバイキンマン入っちゃいますね。誰に言ってんねん親友よって。ドキンちゃんとかじゃないですか。なるほど。で、ダメでした。バイキンマン入っちゃったんでね。あー、入りすぎましたか。実はもう用意してるのもうないんですよ。しっくしょー、これ実験失敗ですから、シーザーさん。シュロロロロロロ、実験は失敗に終わった。というわけでですね、即興でなんかないかな、うん、名シーンって選んじゃうから、ちょっとみんなも気構えちゃうとか。なるほどなるほどなるほど。だから、例えばウソップってギャグ枠というか、はい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 、ウソップのセリフなんかうまく当てはまる。ちょっとまあまあマニアックにはなるんですけど、第
9巻、はい、僕めちゃくちゃこの巻好きで、はいはい、まあ、アーロン編っていうんですけど、うん、アーロン編がすごい好き で、うん、でそこでウソップが俺の勇敢なルミナ選手キャプテンウソップっていたずらなこの人とかあーっていうそうがガクガクしてるんで、はい、この辺だったらなんかいいかなみたいな、あーなるほどね、確かに確かに確かに、僕ちょっとそういう感じのね、アーロンのこのセリフを僕はじゃあモノマネしながらちょっと言うんで、はい、その後にこれをやってもらっていいですか、だから人間が過当な人間が俺に何をした、俺の名は勇敢なる海の戦士キャプテンウソップ、これですわ、ちょっと若干胸振りましたキャプテンよかったよかった、やっぱこれ違いましたわ最後のは、もうあ、これウソップっすね、でもアーロンごときなんかこれ一発やからねまあ今日の検証結果なんですけど、はい、やっぱフリーザ様が喋っても感動してるちょっと伝わりにくいと思います。そうですね。その代わり演技力がすごいんで、そうそうそう、声優として聞き入っちゃうんだよね。聞き入る。いや普通にめちゃくちゃすごい。なるほどね。めちゃくちゃ似てる。めちゃくちゃすごい。部下にして差し上げましょう。ああやった。最後にこう持ち上げていただいて。あじゃあもうこれ1001人目と1002人目ということで。そういうことです。はい。1000人の部下ですから、ね。今日の動画が面白かったです。はい。高評価今すぐ押しなさいよ。よろしくお願いしますよ。チャンネル登録もしてね。コラッキーチャンネルの方も必ず見てください、はい、見ないと殺しますからね、はい、僕たちの方ではフリーザ様がなんとワンピースの主題歌 We Are を歌ってくれてる、そうですよ、絶対見に来てください、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございました、キエイ、ん？何ですか？この真ん中の私の顔と横の動画は、次はこの横の動画を見てくださいね、そして真ん中のチャンネル登録をなさい、私の目標チャンネル登録者数は53万ですからね。キエイ。